大谷田村とは、1616 16年から1889年まで、存在した武蔵区に足立郡の地、東京府南足立郡の村。現在の東京都足立区の内大屋田1の5丁目、中川はじめマイナス5丁目、東は4の5丁目、谷中2から3.5丁目の一部、または全部に相当する。武蔵区に足立群淵高領の村として1616 16年に、 開拓された。中川右岸に位置し、北は佐野神殿、東は中川、南は長江門神殿、西は旧江門神殿を呼び、神原村、南西の一部を北三谷村と接していた。京宝年間よりは将軍家の高場となり、年貢負担を3割軽減されたという。現在では、大谷殿の名称は、大谷田村の損益の大半を継承した。 大谷殿に住居表示として残る。五六千年前にまだ奥東京湾が関東地方、中部まで入り込んでいた頃、大谷田村の損益も例外なく海面下に沈んでいた。後に海岸線が交代して現在の中赤平野を形成してから人々がこの地に南下してきて定住したと考えられる。 大谷田村がいつから開発されたのか詳細は分かっていないが、江戸時代初期の元那年間には、大谷伝の記述が初めて記載される。この辺りの土地は、利根川の自然堤防の後輩湿地にあり、極めて推理条件が悪く、はじめ人々は自然堤防上で暮らしていたのだろう。実際、第一級河川中川の堤防沿いにある爪全院は、 自然堤防上に位置するが、そこで、東淵江地域最古の痛みが発見されたという。このことから、大谷伝の歴史も東淵江の他の地区と同じように、自然堤防上から始まったと考えられる。大谷田村はいくつかの小技に分かれていた。かつては、武蔵区に東部に広がる足立郡の南部にある、淵防領に属していたが、百七十一年に、廃藩置県で、 東京府が置かれ、足立軍が埼玉県側と南北に分割されると、東京府側に再編された南足立軍に編入される。1872年の大区小区制施行で、大谷田村は一時的に中断するが、1878年の軍区町村編成法で復活し、1889年の東淵港村への周辺諸村との合併統合で、 発展的解消をもって消滅する。ありがとうございます。